はい。皆様、こんにちは。安ろです。この動画は NHK 出版から出ている大河ドラマ、光る君へのガイドブックに載っているあらすじを参考に、第2回巡り合いの内容をネタバレ解説する動画となっています。ネタバレが嫌な方は放送後に復習動画としてご覧ください。それではまず、第2回巡り合いの概要をお話しした上で、その後に深掘り解説に入っていきます。 まず、前回の内容を簡単に振り返ります。978年、藤原の金家の正妻次男である藤原の道金が、真宙の母、千葉派を殺害するというかなりバイオレンスで衝撃的な内容になっていました。で、それを真宙のお父さん、ため時は知るに至るんですが、た、え、め、ー、時は妻は病で急死したということにし、恩便に済ませようとしました。 えこれはなぜかというと、ため時と金家にこのような関係があるからでしたね。えー、金家はため時に諸貞親王の漢文指南役という仕事を与える。その代わりにため時は金家に親王、えー、の情報を提供するという関係で、まあ、要するにため時は金家のおかげで食っていけてるって状況だったので、金家に強く出ることはできません。ということで、ため時はまなくなく妻は病で休止したということにしたんですが、 え、幼い真ひにそんな複雑な事情はわかるわけがないので、え、まひは人殺しを捕まえてというふうに泣き叫ぶというかなり衝撃的な内容になっていました。はい。で、これは余談なんですが、え、諸さだ親王がかなり、えー、クソガキキャラになっていましたよね。え、それはなぜかというと、諸さだ新脳って女性好きで乱心の振る舞いの逸話が多い、まあ、要するに問題行動が多い親王だったとされてるんですね。 まあそれこそ、後に火山天皇として即位することになるんですけど、えー、その即位の儀式の時に、まあ、冠が重いからって言ってぶん投げたとか、まあ、そういうエピソードが何個も残ってるので、まあ、結構問題が多い天皇だったとされていて、まあ、それが反映されたクソガキキャラとなっていたわけですね。はい。ということで、ここまでが第1回の放送の振り返りになります。第2回の放送は第1回から6年の時が経っていて、 えー、984年、主人公の真宙は15歳になっています。15歳ということで、えー、当時は今よりも一人前の人間として扱われる年齢がずっと低いので、えー、真宙は模擬と呼ばれる成人、成人のね、儀式を済ませて、もう一人前の女性として扱われるようになっています。はい。ということで、キャストも小役から、えー、主演の吉高由里子さんに、えー、第2回の放送から変わります。 まあ、広だけではなく、サブローこと道長もね、えー、両方とも子役の演技がかなり良かったので、もう一回くらい子役時代を見たかったなって気持ちは個人的にあるんですけど、もう第二回からね、えー、まもサブローも大人の姿になって登場します。はい。で、この6年の間、お父さんのため時はずっと金家の患者を続けています。えー、つまり、諸貞親王の漢文指南役をずっと続けているわけですね。はい。ただ、真広は6年前に母が殺された時に、 えー、お父さんのため時が犯人を捕まえようとしなかったということが、おそらくね、えー、ずっと心に残っていたんでしょう。その後ずっと、真、ま、広はため時のことを嫌って、この6年間、真、ま、広はため時とほとんど口を聞いていないというね、えー、ちょっと悲しい親子関係になってしまっているようです。はい。で、この6年の間に、朝廷内の権力争いもいろいろな動きがありますので、えー、第2回の放送ではそこが描かれます。 ということで、朝廷内の権力争いをこの図を使って説明していきます。まず、6年前の状況から振り返ります。え金家のいとこの頼忠という人が関白となっており、朝廷内のトップに位置しています。えこの頼忠っていうのは、なんかすごい声がちっちゃかった人ですね。なんで声がちっちゃいキャラになったのかは、ちょっとよくわかんないというか、予想するしかないんですが、 よりただって、あんまりこう、周りと波風立てず、権力争いみたいのもせずに、和な性格だったと考えられてるんですね。まあ、そういうのが反映された結果、声がちっちゃくてね、ちょっと優しい感じのおじいちゃんみたいなキャラになったのかなと思っています。はい。で、よりただは、遠遊天皇の外籍になるために、娘の信子を受代させました。で、それに対抗し、金家も娘の秋子を遠遊天皇に受代させたというのが6年前の状況です。 はい。で、ここから6年経って状況が変わっています。円融天皇と金家の娘の秋子との間には、円融天皇の唯一の王子である康人親王が生まれたんですが、えー、関白の娘である信子と円融天皇の間には王子がいないという状況になっていました。ということは、円融天皇は秋子のことをすごい寵愛していたんだなぁと感じるかもしれませんが、そうではありません。むしろ真逆です。 円融天皇は王子を産んでいない関白の娘である信子の方を中宮、つまり自分の精細にしているんですね。その上で円融天皇は王子を産んでくれた秋子やそのお父さんの金家のことは嫌っているという状況が、えー、第2回で描かれます。まあ、それこそ秋子が、まあ、天皇が何年間も自分のもとにもうお渡りがないってことで、えー、手紙を出すんですね。それでやっと天皇が秋子のもとにやってきて、 えー、アキコは喜ぶんですけど、まあ、それに対して天皇が、こんな見苦しい真似はするな、みたいな感じで手紙を投げ捨てるみたいな感じで、えー、園天皇がめちゃめちゃアキコのことを嫌ってるっていう様子が、えー、第2回で描かれます。はい。で、まあ、こんな感じで、園雄天皇は金家とか、その娘のアキコを嫌っていたわけですが、まあ、その理由は結構、えー、複雑な事情が絡んだ結果になりますので、えー、その辺は深掘りパートで解説しようと思います。はい。ということで、 とにかく今、園雄天皇と金家の関係が非常に悪いです。なので、金家は、園雄天皇にさっさと天皇を辞めてもらおうというふうに陰謀を巡らすことになります。こうして、なんと金家は、制、えー、裁次男の道金に、帝の食事に薬を入れろと命令しました。えー、道金というのは、えー、真宙のお母さんを殺してしまった男ですよね。 えちなみにこれは、ミカドを毒殺しろって話ではなくて、ミカドの食事に薬を入れることで、まあ、ちょっとずつミカドを弱らせていって、で天皇の方から、えー、ちょっと最近体の調子がおかしいので天皇をやめますというふうに言ってもらおうという作戦だったわけですね。はい。ということで、第1回に引き続き、第2回もなかなか衝撃的な内容となっています。 また、第2回では、まあ、こんな感じで大人たちのドロドロの権力争いが描かれる一方で、えー、マヒロとサブローの再会のシーンが描かれる回にもなってます。ちなみに一応言うと、紫式部と道長が、えー、そんな若い頃に出会っていたかどうかっていうのは全くわからないので、まあ、今から話す内容は完全にドラマのオリジナル話だと思って聞いてください。はい、ということで、十、えー、15歳になったマヒロは、 とある絵師の工房に通っていました。でこの絵師は絵を描く傍ら、えー、恋文や馬鹿の大失業を行っていました。えー、平安時代、手紙と恋愛っていうのは切っても切り離せないもので、なぜかというと、そもそも平安時代の女性って家族以外の男性に顔を見せるってことはなかったんですね。なので平安時代の恋のスタートって基本的に噂から始まるんですよ。なんかあそこに美しい娘がいるらしいぞみたいになって、 最初に手紙を送るんですねで。その手紙の内容とか、それに添えてある和歌の内容とかで、お互いに、その人格を確かめたりとか、教養の高さを見抜いたりとか、そういう感じで恋愛に発展していくんですね。ということで、まあ、平安時代において手紙とか和歌と恋愛っていうのはすごい結びつきがあったわけですけど、この絵師は絵を描く傍ら、恋に悩む人々のために恋文や和歌の代筆業を行っていました。 はい。なんですが、この絵師が代筆を行っているというのは、あくまでも表向きで、え実は真ろが恋文や和歌を代筆しているというねえ、そういうお話になっています。なので、まあ、こういう代筆業を通じて、真ろが15歳という若い年齢の時から創作活動にのめり込んでいって、しかもね、今恋愛の相談を受けているというか、恋愛の和歌とかを書いているわけなので、それが後の源氏物語につながっていく。 という感じになるんでしょうね。はい。ということで、まあ、15歳になった真宙は、まあ、そんな感じの生活を送っていたわけですが、ある日偶然、真宙とサブロこと道長が再会することになります。二人の再会の仕方については、まあ、ドラマで楽しんでいただければいいと思うんですが、えー、この時、真宙は15歳、道長は19歳になっています、えー。ちなみに道長は15位の芸という位を朝廷からもらって、えー、19歳にして、 えー、すでに貴族の仲間入りをしていますね。はい。こうして再会した二人は、ま、いろいろとお話しするわけですが、えー、その後、6年前と同じように、えー、再び絵師の工房で会おうというふうに再会の約束をしました。しかし、6年前と同じく二人はすれ違っちゃいます。というのも、お父さんのため時が、ま、いろいろあって、ま、ひろが大失業しているってことを知るんですね。で、それでため時が、 おそらく、そんなフラチなことはやめろ、みたいになったんでしょうね。えー、ため時が激怒しちゃって、えー、マヒロは、外出禁止命令を喰らいました。しかもそれだけではなく、ため時は、エしのおじいちゃんいましたよね。あの人に、娘がこんなことをしていたって、誰にも言わないでくれってことで、えー、口止め料も支払ってるんですね。で、そんなことになってるとは、当然道長は知らないので、えー、マヒロに会うために工房に通うんですけど、エしは口止めされているので、 えー、まひなんて娘はうちに通ってませんよ、みたいな話になっちゃうわけですね。はい。こうして6年前と同じく、道長と真広はすれ違って、えー、再会は果たせなかったということになります。はい。まあ、この辺はね、完全にラブコメって感じですよね。で、それでその日の夜、真広は、ま、道長に会うことができなくて、まあ、それがすごい心残りで、えー、屋敷を抜け出すんですね。で、屋敷を抜け出して、まあ、その辺をとぼとぼと歩いてい、歩いていたわけですが、 えー、その真宙に方面に追われる謎の男がぶつかりました。方面というのは現在で言う警察みたいなものだと思ってください。つまり真宙は警察に追われる謎の怪しい男にぶつかったわけですね。でそれで謎の男は悪いみたいなことを言って、えー、また逃げていきます。で、えー、そんな真宙のもとに方面がやってきて、男がこっちの方に逃げてこなかったかというふうに尋ねるわけですね。でそれに対して真宙は、 え、ガイドブックのあらすじを見てるだけだと、なんでこういう嘘をついたのかよくわかんなかったんですが、えー、まひはとっさにあっちの方に逃げていきましたって嘘の方向を指したんですね。まあ理由もないけど、とっさに嘘をついちゃうことってありますよね。そういう感じで嘘の方向を、えー、方面に教えました。すると、なんと、その嘘の方向に、えー、まひに会えず悲しんでいる道長がいたんですね。まあ、そんな感じで方面は、 えー、道中のことを勘違いして捕まえちゃったんですね。お前が犯人かみたいな感じで捕まえちゃいました。で、それに対してマヒロ、まひろは、その人じゃないみたいな感じになるっていうね。えー、まあ、こんな感じでドタバタラブコメみたいな物語が描かれます。はい。ということで、まあ、第2回はこんな感じで、まあ、大人たちの汚いね、権力争いが描かれるのと同時に、ま、まひろとね、サブローの再会が、まあ、結構ラブコメって、 チックというか、ドタバタチックに描かれるという感じになります。はい。ということで、ここまでがあらすじの説明ということで、続いて深掘りパートに入っていきます。まず、藤原のため時の誤彩について深掘りします。まず、これは復習になりますが、真、ま、ひの家族構成はこんな感じになります。千夜派とため時の間に、真、ま、広と真広のお姉ちゃんと弟の信ぶのが生まれています。 ただ、前回の動画でお話ししたように、紫式部のお姉ちゃんはどういう女性だったのかよくわかっておらず、しかも若いうちに亡くなっていると考えられているので、まあ、ドラマでは最初から存在しないという設定になっています。はい。そして、まひろのお母さんは道ちに殺されてしまいましたよね。みちかが殺したというのは完全にドラマのオリジナル話なわけですが、 実際に紫式部のお母さんは紫式部が幼い頃に亡くなっていると考えられています。はい。そして、えー、妻を亡くしたため時は、その後5歳の家に通う日々だったと考えられています。あの、第1回の放送でも、この時代、着彩の他に妻がいるのが当たり前で、た、え、め、ー、時もそうであったみたいなナレーションが入ってましたよね。はい。そんな感じでため時は着彩の他に妻がいましたので、 え、着彩がなくなった後は、5歳の家に通う日々だったとされています。しかも、ため時は、5歳との間に男子2人と女子1人を設けています。つまり、ヒロには、異母兄弟が3人いたわけですね。はい、いたわけなんですが、え、ガイドブックを見る限り、おそらくなんですが、5歳とか、ヒロの異母兄弟たちは、え、登場せず、存在がなかったことにされてるんじゃないかなと思われます。 今持っているガイドブックは第19回までのあらすじしか載っていないので、その後に登場する可能性もゼロではないんですが、おそらく登場しない可能性の方が高そうですね。はい。なんですが、個人的には、メめキが5歳の家に通う様子はね、描いて欲しかったかなと思います。なぜかというと、着彩をなくした後にタメめキが5歳の家に通って、 家を開ける日々だったっていうことを描くことによって、まあ、それが真広の男性感に影響を与えて、源氏物語にもつながるんだ、みたいな、まあ、そういうふうに持っていけるかなと思っていたので、まあ、個人的にはね、ため時が5歳の家に通う日々っていうのは描いて欲しかったかなと思います。ただまあドラマなんでね、どうしても尺の問題とかもあるんで、まあおそらくなんですけど、5歳とか、え、いぼ兄弟は、えー、登場しなそうですね。 はい。ということで、まあ、登場しなそうなんですが、まあ、実際は、ため時は、五歳の家に通っていたし、えー、まあ、ひろには、異母兄弟もいたんだよ、という説明でした。はい。藤原のため時の五歳についての深掘りは以上です。続いて、円融天皇と藤原の金家の関係について深掘りしていきます。まず、あらすじでお話ししたように、当時、こういう人間関係になっていました。えー、園天皇と、 金家の娘である秋子との間に唯一の王子である康人親王が生まれています。にもかかわらず、円融天皇は金家や秋子のことは嫌って、王子を産んでいない関白の娘である信子の方を中宮、制裁にしたという状況でしたね。はい。ということで、ま、園天皇は金家や秋子を嫌っていたわけですが、それがなぜなのか深掘りしていきます。 と言っても実はその理由は第1回の動画でほとんど説明済みなんですよね。なんですが、まあ、ちょっと忘れちゃったって人も多いと思うので、そこら辺の事情をこの形図を使って説明していきます。まず96、969年に霊勢天皇が、まあ、おそらく精神疾患的なものがあるからという理由で天皇を辞めて弟が天皇になりました。こうして霊勢天皇の弟が英雄天皇として即位したわけですね。 はい。なんですが、親子ではなくて、兄弟で天皇の位を譲るっていうのは、非常に難しい問題をはらんでるんですねえ。どういうことかというと、兄弟で天皇の位を譲った場合、今後、霊勢天皇のルートで行くか、円融天皇のルートで行くか、皇位継承ルートをめぐって問題が起こってしまうんですね。ということで、まあ、そういう問題が起こらないように、あくまでも円融天皇は中継ぎの天皇で、 円融天皇の後は再び、霊勢天皇の家系に後位継承のルートを戻しましょうというふうに決まっていたんですね。はい。ということで、円融天皇の次は、霊勢天皇の王子である諸貞神皇が天皇になるんだよというふうにすでに決まっていました。はい。で、諸貞神皇というのは、えー、金家のお兄ちゃんにこれただって人がいるんですけど、えー、そのこれただの娘と霊勢天皇との間に生まれた王子になります。 はい。そんな感じで、園雄天皇って中継ぎ予定の天皇だったと考えられているので、まあ、金家もあんまり園遊天皇には期待していなかったんじゃないかとされているんですね。でその証拠に金家は、えー、自分の娘の長子、まあ、ドラマには出ていないんですけど、長子って娘がいるんですね。えー、その長子を園雄天皇ではなくて、霊勢天皇の方に嫁がせています。 で、こういう状況の中、金家のお兄ちゃんのコレタダが972年に亡くなりました。で、その後、コレタダの弟たちである金家、金道兄弟が、えー、権力争いすることになります。で、こういう状況の中、円友天皇は中継ぎ予定の天皇とされていたので、ほとんどの貴族は円友天皇に娘を受代させようとしなかったんですね。 ただそういう中、金道は自分の娘を円融天皇に受大させました。そうなると当然円融天皇は、冷静天皇に娘を嫁がせている金家よりも自分に娘を嫁がせてくれた金道の方が信頼できるわけですよね。でこういう経緯があって円融天皇は金家ではなくて金道の方を関白に指名したというふうに考えられています。はい。ということで、まあ、今までの話を聞いていただければ分かったと思いますが、 まず、金家と金道の対立があったんだけど、遠遊天皇は金家ではなくて金道を選んだ。つまり、遠遊天皇は金道派の天皇だったわけですね。はい。ということで、もうこういうところから金家と遠遊天皇は関係が微妙だったわけですよ。はい。で、こういう状況の中、977年に関白をやっていた金道が亡くなります。ということで、まあ、金家は、ようやく俺が関白だと思ったかもしれませんが、そうはなりません。 なぜかというと、金道はライバルであった金家のことを超嫌っていたので、金道は死ぬ直前に、金家は降格、いとこの頼忠を関白にすると言ったとされているんですね。はい。で、こういう経緯があって、こんな感じで、金家のいとこの頼忠が関白に、関、え、白、ー、に任命されることになりました。 はい。で、その後、関白になった頼忠は、園雄天皇の外籍になるために、娘の信子を嫁がせました。で、それに対抗し、金家も娘の秋子を園雄天皇に嫁がせたわけですね。ただ、金家って、元々は園雄天皇に期待しておらず、冷静天皇の方に娘の長子を受大させていましたよね。 なので、円融天皇からすると、こいつ何を今更、みたいな気持ちはあったかもしれません。まあ、そんな感じで、円融天皇と金家は、もともと関係が微妙だったわけですね。はい。なんだけど、蓋を開けてみると、その関係が微妙な、金家の娘である、秋子との間には、円融天皇の唯一の王子である、安人親皇が生まれたんだけど、信子との間には王子が生まれなかったわけですね。 はい。なんだけど、円融天皇は金家よりも頼忠の方に信頼を置いていたと考えられているので、え秋子が王子を産んだということで、これ以上金家に力を持ってほしくないわけですね。なのでえ、金家の力を抑え込むという意味もあって、え王子を産んでいないにもかかわらず、信子の方を中宮にしたというふうにね、考えられているというか、説の一つとしてそのように考えられています。 はい。なんだけど、まあ、こんなことをされたら、金家からすると、まあ、当然無気ってなるわけですよね。なんでうちの娘は、えー、唯一の王女を産んでるのに、中宮になれないんだってことで、当然金家は激怒します。ということで、金家は、まあ、史実として、ボイコットしますということで、まあ、一時期、朝廷で働くのをやめてしまっているんですね。はい。なんだけど、まあ、そんなことをされたもんだから、円融天皇と金家の関係は、まあ、ますます微妙になってしまいます。はい。ということで、 あの、ドラマを見てるだけだと、園雄天皇が秋子のことをあんなに嫌ってる理由っていうのがよくわからず、園雄天皇ってひどい天皇だなと思うかもしれませんが、まあ、こういう複雑な関係があったわけですね。園、まあ、雄天皇と金家の関係が微妙なので、まあ、おそらくなんだけど、園雄天皇と秋子の関係も微妙だったんじゃないかと考えられているわけですね。はい。ということで、まあ、ちょっと複雑な話になりましたが、こういう事情があって、園雄天皇は金家やその娘の秋子を嫌っている。 ということになります。はい。園雄天皇と藤原の金家の関係については以上です。続いて、この動画最後のお話、藤原の金家の陰謀について深掘りします。こんな感じで、園雄天皇と藤原の金家は関係が微妙でしたので、その結果、金家は次男の道金に、帝の食事に薬を入れろと命令したわけですね。 といっても、これはあくまでもドラマのオリジナル設定なので、まあ、実際にこういう陰謀があったかどうかわからないというか、まあ、なかった可能性の方が高いとは思います。はい。なんだけど、金家が園雄天皇にさっさと天皇を辞めて欲しかったというのは間違いないと思うんですね。はい。ということで、このケースを使ってその辺を説明します。 まず、金家の娘の秋子と園雄天皇の間に安人親皇、一番下に赤丸がついている王子が生まれていましたよね。で安人親皇にとって金家はお母さん方のおじいちゃん、つまり外祖父にあたります。ということで、将来安人親皇が天皇になってくれれば、金家は天皇の外祖父として君臨できるという状況が、えー、近づいていたわけですね。なんだけど、 え、安人親王が天皇になるまではかなり時間がかかりそうだという状況でした。なぜかというと、まずそもそも今はまだ円融天皇の時代です。そして園雄天皇の次の天皇は安人親王ではなく、すでに説明したように、霊勢天皇の王子である諸貞親王というふうに決まっていましたよね。なので安人親王が天皇になるまで間に諸貞親王を挟まなければいけないので、 安人親王が天皇になるまでかなり時間がかかりそうだという状況でした。その上、この時金家はすでに50代の半ばになっています。平安時代は40歳くらいで初老と考えられて、今より寿命が短いので、まあ、このまま行けば金家は安人親王が天皇になる前に寿命が尽きるという可能性が非常に高かったわけで、金家は焦っていたと思われるんですね。 はい。で、そういうことから考えると、まあ、金家が園雄天皇にさっさと天皇を辞めてもらいたいと考えていたのは、まあ、間違いないだろうなと考えられます。はい。ただ、だからといって金家が園雄天皇に毒を盛るかというと、まあ、その可能性は超低いだろうなと個人的には思います。なぜかというと、まず思い出してほしいのは、そもそも園雄天皇って中継ぎ予定の天皇でしたよね。なので、自分の息子に、 自分の息子が天皇になれないと思っていたんですが、今、安人親皇が生まれて、金ネはその安人親皇を天皇にしようと思っているわけですよね。ということで、まあイエと遠融天皇って、まあ、関係が微妙だったとはされつつ、金家にとっては孫の、遠融天皇にとっては息子の安人親皇を天皇にしたいという気持ちはお互い合致していたんじゃないかと考えられているんですね。 だから圓雄天皇の方もさっさと諸貞親王に諸貞親王にまだ子供が生まれる前にさっさと諸貞親王に位を譲って天皇の位を譲ることで、えー、諸貞親王の次の天皇は康仁親王だよっていうふうに持っていきたかったんじゃないかと考えられているんですね。 はい。そんな感じで、安人神皇を天皇にしたいという点では、カニエと遠友天皇は気持ちを共有していたと考えられているので、まあ、そういう点から考えると、カニエがわざわざ遠友天皇に薬を持ってまで、遠友天皇の退位を早めようとしたという可能性は、まあ、非常に低いのかなと、個人的には思っています。 はい。なんだけど、まあ、ドラマなんでね、話を盛り上げないといけないというね、ところもありますので、まあ、金家と円融天皇の関係が微妙だったというところに注目して、ま、ドラマでは金家が円融天皇に陰謀を仕掛けるという話になっているということになります。はい。ということで、いろいろと深掘りしてきましたが、最後にもう一つだけお話しさせてください。えー、金家は円融天皇に薬を盛る役として、 えー、制裁次男の道金に命じていましたが、なぜ道金に命じたのでしょうか。まずドラマ的な事情をお話しすると、えー、第1回の放送で道金は真宙の母を殺していましたよね。で、金家が、えー、そのスキャンダルをこう揉み消してくれていたわけですよ。なので、金家からすると、えー、息子の道金の不祥事のせいで、こう、手を煩わされたという状況だったわけですね。なので、金家は、まあ、第1回の放送の時点ですでに、 あの、長男の道坂が汚れないように、道兼には泥を被る役をやってもらうんだ、みたいなことを言ってたと思いますが、ますますそんな感じになっちゃって、道兼は汚れ役を押し付けられる。お父さんの金家から汚れ役を押し付けられるポジションになっちゃったわけですね。はい。で、これはあくまでもドラマの事情になるんですが、史実的なお話をすると、道兼はこの時、クロードといって、天皇の秘書的役割のポストについていました。 なので、薬を盛りやすかったという事実があるわけですね。で、それプラス、えー、道兼は、これは後にお話しするんですけど、カンナの変というクーデターが起こった時に、まあ、天皇を騙すっていう結構ひどい役回りを、えー、実際の歴史でやっているんですね。なので、まあそういうのから着想を得て、道兼ってあんまりいい人じゃなかったんだろうなっていうふうにね、考えてドラマではこんな感じでヒール役になっちゃってるってことになります。 はい。で、実際こういうカンナの編というので、えー、道鐘が天皇を騙す役回りをしているからなのか、えー、映画物語っていう、この時代に書かれた物語があるんですけど、まあ、その中でも道鐘って結構悪人として描かれてて、まあ、結構乱暴な人物みたいな感じで描かれてるんですね。はい。なので、まあそういうね、物語なんかからも、えー、着想を得て、藤原の道鐘は、まあ今回の大河ドラマでは、まあかなりのね、悪人として描かれているということになります。 ただ、一応言っておくと、えー、もちろんね、まひろの母を殺したとか、えー、園天皇に薬を持ったっていうのは、えー、あくまでもドラマのオリジナル設定になりますので、えー、あくまでもみちかがヒール役っていうのは、えー、ドラマの設定になります。えー、本当はそれほど悪い人じゃなかったのかもというふうにみちかのことを、まあ、念のためにね、擁護しておきます。はい。 こんなところで今回の動画は終わりです。いかがでしたでしょうかまあ、こ,こから余談なんでフラットな喋り方でいきますが、まあ、第2回の内容もね、えー、すごく面白そうになりそうだなって思ってあらすじを見ていました。まあ、正直なこと言うと、まあ、僕、超ラブコメに興味ないんで、まあ、ひろとさぶろうのラブコメに 関係についてはそんなに興味はないんですけど、ただちゃんとね、朝廷内の権力争いも描かれそうな気配があるので、そこら辺はね、すごく楽しくなりそうだなと思ってあらすじを見ていました。個人的に2024年の大河ドラマが光る君へというのを知った時に一番期待したのは、2022年の大河ドラマの鎌倉殿の13人ありましたよね。あれの、頼朝が亡くなった後の御家人同士の権力争い、 あれの平安貴族バージョンを描いてくれたらめっちゃ面白くなるだろうなと思って期待していたんですよ。それでガイドブックを見てあらすじを見たら、しっかりね、朝廷内の権力争いも描かれそうな感じがあったので、ラブコメだけではなくてね、そういうところにもちゃんとスポットライトを当ててくれそうなドラマになっているので、個人的にはね、すごく楽しいドラマになるんじゃないかなと思っています。 実際この動画を撮ってる段階では、まだ第1回の放送しか見てないんですけど、第1回の放送もね、えー、すごく楽しくて好感触でした。はい、すごくね、面白くなりそうですね。ただその一方で、やっぱりちょっと馴染みがない時代で、まあ、藤原氏大杉問題なんかもあるんで、あ人間関係がわからないよみたいな人も結構いると思います。そういう人はね、僕の動画で予習復習をして、えー、ドラマを楽しんでいただければ幸いです。 はい。そんな感じでね、今回のような動画をこれからも投稿していきますので、よかったらチャンネル登録、高評価をお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。